はい、では始めたいと思います。で、今回はちょっとね、日本で売ってるパフをちょっとね、使ってみたいなと思って、庄美さんでいいのかな、発音がいいのかわかんないけど、庄美さんから出てる、こちらのスポンジを使っていこうと思います。で、これは水あり、水なし対応、どっちでも対応されています。そう、で、私は水で濡らしたんですけど、買ってから全然まだ経ってなくて、これまだ使ってないんですよ、新品で。でもすごいね、多分最初ってなんかコーティングされてると思うんですよ。ビューティーブレンダーもそうなんですけど、最初ってなんかコーティングがあるのか、そう、水を含ませるのがね、ちょっと時間かかるんだけど、しばらく濡らしたりとか、何か容器に水を入れて浸しておくと、だいぶ柔らかくなる気がしました。はい、なのでちょっと今日はこれを使ってみたいと思います。はい、で、今回はですね、下地として最近買ったクナイプのオイルバームっていうのがありまして、最近出たんですけど、もともとオイルだけのものを2年前ぐらいから使ってたんだけど、最近ここら辺の薬局でも見るようになって、友達もね、これを見て、これ知ってるって言われて、そう、知らないみたいな。で、よくよく調べたら、目元とか口とか頬とか、乾燥してる部分に使えるのと、あと書いてあったのが、メイク崩し防止としても使えるらしくて、なのでちょっとね、今日使ってみようかなと思います。本当に薄く、今ここのゾーン、こことここ、あとここの顎のあたり使ってます。まあ、これでちょっと今日のオイルテストとかに響かなきゃいいと思うんですけど、はい、はい、そして下地はね、このバームも使ってるんだけど、このいつものレブロンを使っていこうと思います。これね、いつも使ってるやつだから、あんまり変わりのないようにと思ってレブロンを使いたいと思います。今回は初めてこの商品を使うんですけども、ちょっとね、ショップに入った時になんかないかなと思って見て、で、これ見つけちゃってこれ使ってみようと思って、で、これはちょっとビデオでなんかその第一印象とかそういうのを見せたいなと思って、で、はい、マットグレイファンデーションっていうダボディショップのファンデーションになります。こちらです。今回は012っていう番号を使っています。これはピンク系の一番明るいやつを買ってみました。なんでかっていうと、店頭にあったサンプルを手にしたのね。で、その時はこの色が一番自分に合うかなと思って、これよりも2個下ぐらいのやつかな、1個下かなのやつを試したので、最初はすごくね、色が馴染んでてすごく良かったんだけど、で、私がいつもするのは手につけて、で、ちょっと他のところ動き回って5分とか10分とかで、もう一度見るのね。で、一応これマットだから本当にマットなのかと、あと色のトーンが変わらないか、よくそういうことがあるので、別にこの商品だからってことはなくて、結構そういうことがあるので、で、それを見たのね。そしたらやっぱり1個暗くなったの、1個トーンが落ちたの。だからちょっと、もしこれ買う人がいたら、自分のトーンよりも1個明るい方がいいと思います。じゃないとトーン落ちするので、だから私は一番明るいやつをちょっと買ってみました。で、本当はイエローベースのやつもあるんだけど、イエローベースのやつも別になんか私のトーンってよくわからなくて、前はピンクだと思ったし、でもなんかイエローも合うような、なんかわかんないの、本当に。私的に顔はピンク系なんだけど、首がなんかイエロー系なのかなとか思いつつ、ちょっとすいません、太くて。でも、なんかでもね、そう、最近本当に顔の色の差がすごい感じるんだよね、ビデオ見てても。もう光だけじゃないかなとは思っちゃうぐらい。で、この時点でも結構色違うから、
まあいいや、そんな感じで今回はこれを使いたいと思います。でこれマットらしいので、はい、で詳しいことは下に詳細欄のところにあのちゃんと商品の詳しいことを書きます。そしてちゃんとホームページの方も載せますので、それを知りたい人は下を見てください。ちょっとねビデオで言うと本当に話長くなってしまうので、はい。でこれねすごいクリーミーなので、装置した時すぐマットになったから、ちょっとずつちょっとずつっていう感じでつけたいと思います。あーやっぱり硬いな、このね、硬い、やっぱりビーチブレンドに慣れてるとね硬く感じる、すごく、うん、硬く感じる。チェンジしますはい、ちょっとねビューティーブレンドにチェンジします。すいません、ちょっと硬かったスポンジが硬かったからだよね。やっぱスポンジ違うだけでも発色が違う、そしてすごいやっぱり白く見える。もうちょっと暗くした方がいいかな、カメラ。あ、すごいいい匂いしてる。なんか本当にこれねお茶とかなんかいろいろいろんな葉っぱが入ってるんですけど、その匂いがしててすごいいい。ちょっとね色を変えました。こっちの方が多分伝わりやすいから。そうね今ね朝の8時なのね、だからどんどん明るくなっちゃうから太陽の光で調節しにくいから、ちょっとちょいちょい色を変えたりするかもしれない。なんかこれカバー力すごくいいと思う。なんかこのファンですごい何つけ心地がすごい軽くて、私マットでカバー力めちゃくちゃいいって思えるのは古川でね、キャットボンディなので、でもそれの悪いところはつけ心地が本当に重くて本当になんか厚塗り感が出ちゃうの。でもこれ全然出なくてすごい軽いのにこんな感じ、わかる？これ赤い箇所あるんだけどすごいカバーしてる、めちゃくちゃいい。これわお、これは本当に乾きが早いからささっと塗らないとムラになるね、そこがちょっと難しいかも。はい、でこんな感じでファンデーションが終わりました。でまあニキビはちょっとね隠れきれないけど、でも赤い部分はいい感じになってるかなと思います。で毛穴もいい感じに隠れてます、ここら辺が。だからこれすごくいいね。でもまあフル超フルカバーではないかな、うん、確かにロレアルぐらい、ロレアルよりはカバー力あるかなとは思います。で今回はね購入品をね使ってやりたいんで、今回はこちらのキスっていうねブランドのコンシーラーを買ってみました。なんか誰かが使ってるのを見たので、その時にいいなと思ってたのね、だいぶ前だけど誰かは忘れた。でちょっと使ってみようかなと思って気になったから、で店頭で試したところはすごく良かったからちょっと使ってみようかなと思ってライトを買いました。あーこれちょっとこのファンデットちょっとね相性良くないかも。どうやろ、浮いてるもんここ。てか単純にだけどこのファンデの上から何も塗っちゃダメかも浮いてる、ちょっと浮いてるかも。へえ、でも確かにねこれそうだね、まあめげずに塗るかちょっとね片目だけだと変だから塗ります。そうなんだね、うん、こんな感じ。なんかね
ファンデーションがすごいマットで乾くから、ちょっとこのコンシーラーと相性良くなかったですはい、そんな感じ。これも気になってたので買ってみました。セザンヌのウルフア仕上げパウダーっていうやつです。これなんかいいっていう人もいれば良くないっていう人もいるし、ね、こういうのはね結局自分が使ってみないとわからないと思うので買ってみました。でこっちにしました。セミマットの方、あのピンクの方はすごい可愛いんだけどラメが入ってる、だからやめました。これはこういう感じで使いたくて買いました。おー、いい感じ、いい感じ、すごい細かくてめちゃくちゃいい感じなんですけど、めっちゃいい、めっちゃいい。なんかちょっとの量でこんなに広がると思わなかった。やっぱ細かいからかな。すごいいい、いい感じ。私はね、ベーキングしたいから。最近ねパウダーがね、もうパウダー不足なんですよ私。だからなんかいいのないかなと思っていろいろ探してたの。なんか安いの欲しいなと思って、だからこれ買ってみたんだけど、すごいいい。だってこれいくらだったかな、700円とか600円とか。はい、では取っていきます。このパウダー本当にいい感じだなと思って、安いから買いやすいなと思ってね。海外のやつもすごくいいものたくさんあるんですけど、海外のものはすごくいいんだけど時々高くなってしまったり、送料がねとか来るまで待たないといけないとかあったりするから、ちょっと身近なもので済ませたらなと思って買ってみたんですけど、いいですねこれ。いい感じ、うん、いい感じです。で眉毛も描いちゃいました。はい、で太陽がすごく出てきたはい、で今回はねもうちょっと塗っちゃってるけど、このエッセンスのこれずっと好きで、もうねそこが見えてきたのこれそう、本当は人形さんがいたんだけど、もうねこれ大好きなのね。だから今日もこれ使ってます。ちょっとねブロンザーはね買ってないんだ、素晴らしいの。気になるものがね、もし何かおすすめがあったら教えてください。で、今回はねこちらゲットしたので、本当はね買ってすぐにちょっとレビューとかしたかったんだけど、まあ今回はこちら使います。これね本当に見た時からもう聞かれて絶対買おうと思って、日本でのホリデーコレクション、クリスマスコフレとかはこれしか買ってません。もうこれしか引かれてないんですよ私。はい、これはもう好みなので、はいこの色買いました超やばい、超かわいい本当に。ですごいもったいないけど、でもスワッチしないといけないから、こんな感じ。今太陽出てるからちょうどいいね、見えるかな、こんな感じ。うん、色がすごく自然で肌なじみがすごいいいって感じがする。はい、そして今回はですね、ちょっと紹介したい商品がありまして、これも初めて使うんですけども、いただいたもので本当に嬉しくて、でぜひねこういうビデオでちょっと使ってみようかなと思ったのが、ちょっと袋から出します。これね、パレットなの。で、私、前ね、これ、ネットで見たときにすごい気になってたから、そう、いただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、詳細は下に、残しておきます。このパレット、すごい可愛いの、本当に。で、ちょっと開けてみますね。はい、でね、これ、すごく可愛いなと思ったのが、この中なんですけど、こんな感じで、描かれていて、ヘンゼルとグレーテルっていうね、やつなんだけど、絵本のやつ？すごいなんか昔小さい時に読んだ覚えがあるんですけど、そう。で、これがすごく可愛いのが、まあ、こんな感じで本みたいになっていて、で、アイシャドウが6色ついてまして、ここにちゃんとアイシャドウ一個一個の名前があって、これがちゃんとねくっついてるからなくなる心配もないし汚れる心配もなくていいなと思いました。でこんな感じの色になります。5色がマットで1個だけラメ感のあるアイシャドウになっています。
で色がすごく可愛くて、この色とかなんかね、こんな感じ、なんかゴールドみたいな、ちょっとオリーブっぽいゴールドみたいな、すごい可愛い色になっています。で発色なんですけど、例えばこのオレンジとか発色めちゃくちゃ良くて、すごい使えそうだなと思って、今回はこれでお化粧をしていきたいと思います。はい、ではまずね、このお菓子の家っていう色を使っていきます。このイエローね、これもちょっと薄くつけていこうと思います。すごいなんかすぐ乗るね、ブラシに。わお、これは発色良さそう。すごい、きた。わかります？これ今ね、ちょっとここちょーってやっただけなんだけど、この発色すごい、これはすごい発色いい。こんなにちょっとしかつけてないのに。はい、こんな感じでここをね、くの字みたいな感じで黄色をのせました。黄色っていうか、お菓子の家っていう色ですね。で次はグレーテルっていうこのオレンジのシャドウを使っていきます。すごいよねこれ、すごいポンポンしただけでもこんな感じ。わお、本当にびっくり、こんなに発色いいんですか。感じでね、今回はね、季節が季節なのでもみじをイメージしてます。もみじを、そこはヒンデルとグレーテルじゃねえんだって感じでね、もみじみたいなのをね、ちょっとやってみたかったから、こんな感じでくる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 します。はい、こんな感じで、で下の方もオレンジつけていきます。はい、そしてこのこれをねつけていこうと思います。輝く小石っていう色です。うん、すごいいい感じ、こんな感じ、わかるかな、結構キラキラで、あのね、すごい滑らかなの、触り心地が。はい、そしてメリハリをつけるためにこの茶色を使っていこうと思います。色はガナッシュっていう色です。これを使います。はい、こんな感じでちょっと茶色を入れてみました。はい、そして今回はですね、アバンセっていうアイライナーを使ってみたいと思います。これはセザンヌで、セザンヌじゃない、なんだっけ、忘れた、セリア、セリアじゃない、セルレセルレで買ったアイライナーです。もう普通のドラッグストアにあるかわかんないけど、これを買ってみました。はい、で今回はですね、かなり前に買ったまつげで、今もう売ってるかわからないけど、このシリーズのやつで、あともうねワンピースしかなかったから、これ使っていきたいと思います。はい、そして最後にこちらのメイクアップレボリューションのリップライナーと、こちらのリップを使っていきたいと思います。これでなんかカイリに似てるんだよね、カイリのやつに。そしてこのクリーミー感がすごいのね。はい、そしてこんな感じで終わりました。はい、これねすごく良かった。なんか色がほんともみじ感が出ていいなと思ったし、でも他の色もねちょっとぜひ使ってみたくて、今回は4色使ったんですけど、こちらの色たちもすごく良さそうなので、
あのまた違う機会の時にあのこの色たちを使ったメイクをしていきたいと思います。一番最初に使ったザ・ボディショップの、ファンデですけど、すごくいいなと思いました。これはすごいいいんだけど、ちょっとね乾燥しそうだなと思いつつ、まあ、またこのビデオのこの後ね、あのオイルテストとしてまた別のビデオとして撮るので、もしよかったらあのオイルテストの方も見ていただけると、まあ、どんな感じなのか多分もっと詳しく言えると思うので、そちらのビデオもぜひ見てください。コンシーラーなんですけど、これはねイエローベースでだったので、色合いとしてはちょっとねファンデーションとあんまり合わなかったの、このピンクベースだからっていうのと、あとこのファンデーションはねすぐねあのマットになってしまうので、ちょっとね浮いちゃったの逆に。でもこれはこれで他の商品と使った時に良さそうだし、発色も良かったっていうかカバー力も良さそうなので、これはまたね違うものと一緒に使いたいなと思いました。はい、そしてね、セザンヌの、ソフトルーツパウダーなんですけど、こちらのこれはね私すごい好きでした。なんかまあ気に入らない人もいるかもしれないけど、私は好きでした。すごく細かくて、ちょっとの量で使える幅がすごく広がったっていうのはすごく良かったので、すごくコスパが良さそうだなと思いました。なので私はこれはすごく好きでした。で、その後に使ったのが多分これなんですけど、MAC のハイライトですね。この色は私いろんなピンクとかゴールド系のハイライトをたくさん持ってるんですけど、肌なじみのいい色はまだね出会ったことなくて、大体のって本当にあなんかゴールドピンクっていう感じだったんだけど、もしくは白とかシルバー系とかそんな感じで、ちょっともうハイライトって感じなんだけど、これは肌なじみがすごいいいので、なんか自然な光って感じ、光ってガリ感をくれる商品だなと思って、これはこれですごく好きでした。っていうのと、あとなんだろう、新しい商品使ったのそれくらいかな。あ、そう、スポンジね。そう、最後にこのスポンジのお話をしたいんですけども、これは多分ビューティーブレンダーとかそういう柔らかいスポンジを使ってしまうと、ちょっとねそれを基準に考えてしまうっていうのもあると思うんですけども、でこれに関しては多分だけど、私的にはこういうすごくマットとかすごく乾きの早いファンデーションと使うのは私は難しい、自分はね、それをちゃんと使える方もたくさん多分いると思うんですけど、これはどっちかっていうともうちょっと潤いのあるファンデーションとか、まあレブロンだったりとか、あとマックとか、メイベリンだったり、メイベリンは違うな、ロレアルのものとかニックスのものとか、すぐにマット系になるファンデーションだとちょっと私には使いづらいんだけど、もうちょっと潤いのある商品だったら使いやすいかもしれないとは思いました。またクリーム系のコントアとかちょっと使ってみようと思って、でそれでなんかまあいろいろ使ってみてからもう一度こちら の, 商品に関してはまた感想を言いたいと思います。今回はちょっとね、このファンデーションとは合わない気がするから、また違うものとちょっと試してみたいと思います。はい、まあそんな感じで今回はね第一印象っていうか、そんな感じのビデオを撮りたくてちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じです。こういうビデオをねまたやりたいなと思います。で私あんまりね正直言いますと日本での流行りをあんまり知らないんですよ。海外ばっかり追っていて、海外のものが好きだからね。でも日本もねすごいねコスメが最近本当によく良くなってっていうか、悪かったわけではないけど、なんかねすごいコスパいいし安いし発色もすごくいいものがたくさんあって、もうちょっとね知りたいなと思って、だからもうちょっと日本のものも試していこうかなと思っています。で何かおすすめがあったらぜひ下にお願いします。まあ、そんな感じでこのビデオ終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。ではまたねー。